お疲れ様です。10月15日朝7時のコイン月庫でございます。まあ、この番組をご覧の皆様なら今暗号通貨業界に資金が流れ込んできているということはもうだいぶ認識できてるんじゃないかなと思います。現在の時価総額が360兆円ということで、これ数ヶ月ぶりにここまで来ましたね。数ヶ月っていうか下手したら年の単位で珍しいかもしれないですね。まあ数ヶ月、10ヶ月ぶりぐらいです。はい、で、上場しているコインが 14,835 で取引所の数が 1,131 っていうのはね、まあ、昨日と変わらず微増なわけですけども、ビットコインのドミネーションが 54.3% まで伸びて、イーサリアムも若干伸びて 13.1% になりました。その上での時価総額ですから、ビットコインが牽引していることは間違いありません。ということで個別銘柄を見てみますと、ほらビットコインがもう1000万に近づいてるでしょ。これビットコインが1000万を超えると多分ニュースにもなりますし、さらなる資金の流入が見込めます。同時にイーサリアムです。ずっと35万前後だったものがもうすぐ40万ですよ。この2トップがこの新しいフェーズに入ることによって暗号通貨業界かなり目立つようになってくると思いますし、関連の報道も加熱すると思います。でも肝心なのはすでに仕込んでますよってことなんですよ。そこにすでに仕込んでますね。だから価格がやばい時、300兆円ぐらいの時価総額の時にきちんと資金がこちらの方に分散して投資できてなくてはいけないんですよ。リップルとかね、70円台だったわけでしょ。カルダノはまあ40円台だったことが一瞬ありますけども、そこで仕込めたら大したもんです。で柴犬 0.003 円に回復しようとしてますけども、 0.0014 円以下の時に仕込めた方はもうすでに利確して離脱してますよね。まあ、つまり仕込み時が肝心で、にぎわってきた時に目を向けたんじゃもう遅いわけなんですよ。まあ、逆に言うとこのぐらいの価格の時に利益決済するぐらいのしたたかさがなければなっていうところですよね。ただやっぱり私が期待する時価総額ってのは少なくとも370兆円で、平時で400兆円、調子のいい時で430兆円。とりあえずは2023年から2024年までの年末年始の水準まで戻ってほしいかなと思うところでございます。それでは皆さん、グッドラック。